はい、シンサーマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日はこういうのが来ました。ディズニーアナと雪の女王の三つ編みパン、これはアナバージョンですね。ブリオッシュタイプの軽い食感の三つ編みパンにチョコクリームとミルクホイップをサンドしましたということで、税込み135円でございますね。はい、あとですね、はい、こちらはエルサバージョンですね。白いですね。ソフトな食感の白い三つ編みパンに、こちらはラズベリージャムとミルクホイップをサンドしました。で、ただ私パンはあまり好きじゃないので、まあ妻に食べてもらうことになるので、今回まあ買いましたという感じでございます。まあこちらがラズベリージャムとミルクホイップサンド、こちらの方が私としては好みっぽい感じがしますね。どうしようかな、ちょっと食べてみますか。ここだけ、エルサの方だけちょっと開けてみますね。こういう感じで、ラズベリージャムとミルクホイップがサンドされている感じですかね。じゃあちょっとだけ食べてみますか。うん、あの特別めちゃめちゃ美味しいっていうわけじゃないんですが、まあラズベリージャムとミルクのパンですね。この穴のパンの方は開け、どうしよう、半分だけ開けてみますか。三つ編みパンみたいになってて、でこれがまあチョコとホイップが入っている感じですかね。想像できる感じのものなんですね。これもじゃあちょっとだけピッと切って、チョコクリームとミルクホイップの方が今回は好き、美味しいですね。アナパンの方が美味しいですね。エルサパンよりもアナパンが私は好きです。今回これとあまり関係ないんですけど、普通に水もアナの絵の描かれててるとどう、エルさんの書かれているブルボンの普通の天然水ですね、こういうのも売っていましたという感じの動画でございました。あー、グダグダですね。ではバイバイ。